さあ、いよいよ全日本アマシュート今日試合です。意気込みをお願いします。初めてのこんな大舞台なんで、厳しい戦いになると思うんですけど、一試合一試合やって真剣に、勝ちにいきたいと思います。はい、期待してます。練習の成果を見せてください。はい、頑張ります。ファイティング。はい、お疲れ様でした。結果としては1回戦で優勝した選手に、打撃でかなり効かせて KO いけるかと思いきや、テイクダウンも取られてないよね。テイクダウンも自分が取ってハーフで、ね、煽られちゃったね。煽られてクロスに戻されて下からテイクワンの腕十字と寝技がまだまだっていうところをちょっと見せつけられてしまった形なんだけれども、今日のね、全日本アマシュートの総括、感想をお願いします。まあ本当初、一番今までで一番でかい舞台で試合できたのはまずいい経験だったのかなと思っているんですけど、まあ負けたっていうのは悔しくて、でもまあそこから見つかる課題っていうのが明確に見つかったんで、そこは良かったかなって。まあ、怪我ちょっとね、怪我ね、やっぱあそこでね、あれで拳ちょっと骨折しちゃうっていうのはね、ちょっとね、まあちょっとバンテージはね、ちょっと今回焦っちゃって巻かなかったっていうのもあるんだけど、でもそれでもね、ちょっとヘッドギアしてるのでね、骨折っていうのはちょっとね、やっぱ今後本当気をつけていかないと多分まずいよね。そうですね、まあ、怪我して結構落ち込んだんですけど、まずはしっかり直してからまたいろいろ考えながら練習もしていきたいと思います。また来年のシーズン絶対出るので、またそこでしっかり今よりも成長していい試合できるように頑張ります。そうだね、リベンジだね。まあ一個ずつね、確実に良くはなってるけれども、ダメなところもね、明確にあるなっていうのね。まあでも分かりやすいからいいね。うん、はい、頑張っていきましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。